落ち着いて行動してください。宮城県庁のスタジオは揺れています。揺れは、時期に収まりますので落ち着いて行動してください。頑丈なテーブルや机の下に、身を隠してください。現在ご覧いただいているのは、最初の地震発生直後の宮城テレビ報道フロアの映像です。現在も揺れを感じています。宮城テレビのスタジオは現在も余震を感じています。この揺れは時期に収まりますので、落ち着いて行動してください。頑丈なテーブルや机の正確な情報提供に全力を尽くすように指示を出しました。また福山官房副長官によりますと、15時10分過ぎに宮城県知事から枝野官房長官に対して自衛隊の派遣要請があったということです。また菅総理は北澤防衛大臣に対し自衛隊に最大限の活動をするように指示しました。これが先ほど国会の地震があった時の映像です。来週月曜日にも予定された審議ですけれども、現時点で全て中止となっています。菅総理はこの後会見を行う予定です。以上官邸でした。今入っている情報によりますと、高知県で震度7の非常に激しい揺れを観測したほか、福島県では7メートルを超える大津波が観測され、東京湾でも1メートルを超える津波が観測されました。現在も津波は宮城県に押し寄せています。気象庁は北海道太平洋沿岸から西諸島にかけての沿岸に大津波警報、関東から沖縄県にかけての広い範囲に津波警報を出して、津波に厳重に警戒するよう求めています。現在も津波警報が引き続き出ています。海岸や航空機からは。Today struck at 2:46 p.m. This is the moment the quake struck. 茨城 airport was shaken violently. Part of the ceiling of the terminal building fell.